孔子会成功は中国新末に孔位が表した書籍、1897年に刊行された。先に孔位は儒教の経典中で古文で書かれたものを前漢の竜の儀作であるとし、今文で書かれたものが孔子の著作であるとする論を展開した新学儀教皇を表していた。本書では、 その前挙の後を受けて、孔子を、新しき王朝の体制を確立するために、旧制度を改革する役割を担った、総王であって、そこに、孔子の著述や、活動の真意があったのだということを論じている。つまり、成人である、宗公団の制度の素実を意図していたという、孔子に対する従来の見方を改めようとしたもので、ある。孔位は 孔子が改正の立役者でありそうであったと位置づけ、さらには儒教の創業者の位置に孔子を位置づけようという意図を持っていた。その上で自身の母術変法運動の理論上の根拠を求めようとしたものである。ただその論は孔子をはじめ春秋戦国時代の諸子百科の思想家たちが古の時代に隠すことで現体制の改革を解いたという事実と相入れないこととなり、 その論は破綻をきたしてしまった。つまり、孔子同様にモロコに対しても、教師的な意義を認めざるを得ない立場に至ったのである。これらの主張は、信代に成功した、供養学派をベースに発展させたものであるが、論そのものは、同時代の学者両代らのものそのままであるとの指摘は、早くからなされ、現在ではほぼ定説となっている。ありがとうございます。